本日個人演説会第1回、はい、第1回目終えてみていかがですか。もうちょっと糖分足りないおにぎり食うわマジで。いや本当はだからヒロシに取っといたんだけど、ヒロシがバックレたから、はい、あ、そっか、渡そうと思ってたんですもんね。食べるかなと思ったんですけど、食べるっておっしゃってましたね。食べるって言ってたんですけど、はい、クリスタルヒーリングやるの忘れ、クリスタルチューナーやるの忘れちゃった。あ、持ってきてたんですか。へえ。全然。あとタスキも持ってきたの忘れちゃった。あら。タスキ。タスキ。忘れちゃった。なんでちょっとだけ見てしまった。なんか恥ずかしい。ひらがなですか。ひらえ、そう、いやもうこれ。前からありましたっけ。4年前ぐらいに作ったんだけど、うん、あんま使わない、街頭演説しないから、持ってきたんですね。そう、一応持ってきたんだけどさ、おにぎりも見つからんし、1回目でしたし、いやでも緊張しました。いや思ったより全然、思ったより良かったわ。良かったです。思ったより、あっという間だったわ、うん、時間、本当に。今回、あれですね、都知事選の時は結構時間、こう、熱くなって喋りすぎてっていうシーンがありましたけど、今回、時間気にされて、うん、前回は。今回はちょっともう少し肩の力抜いた感じで、前回何喋ったか、何喋ってたっけ。都知事選の時は公約とか政策を結構こう喋ってるうちに時間がどんどん あれね、うん、あれはだから慣れないことするもんじゃない。俺はだからああいうの喋りたくないんだよ、めんどくせえから。めんどくせえって言ったらあれだけどたくさんありすぎてキリがなくなっちゃう。そうだからカウンタータイプだから、なんかこう知りたいことに対して喋る方が話しやすいから、自分から俺はこうしたらしたいっていうのは苦手だね。でもその点さ、小宮さんすごかったね。小宮さんすごかったですね。ああいうもう本当に何かなんで当選しないんだろうぐらいの、はい、いやすごい、ね、本当にすごい喋りでしたね、うん、すごい喋ってて、もう枯渇することがない、うん、エネルギーがすごいね、マジですごいですね。でかといって何か、まあ、そんなにさ眠くなったりするじゃん、何かそんな何て言うの、話が長いと。そういうこともそんななく、そうですね、大丈夫、俺が隣にいたからってわけじゃないもんね、結構。そうですね、なんかところどころ来てる方に振ったりとかしてて、うん、そう多分そういうところがまた眠くならない原因、うん、あと俺もさ途中でさ喋、はい、ったりするから。そうですね、ボケ全然無視されてましたよね。誰でしたっけって、一休さんとか、バカボンとか、天才バカボンとか、完全に無視されてました。多分無視っていうよりも拾う能力があんまないんだと思うんですよ。うん。まあ。何おにぎりですか。麻婆豆腐おにぎりです。へえ、すごい。美味しいですか。美味しいです。さっき食べてたおにぎりと違うんですね。さっきなんかえのきのやつ食べてました。さっきはなめたけおにぎりです。あ、なめたけか。なめたけおにぎり。すみません、ちょっとありがとうございます。ちょっと。お疲れ様でした。残り2週間。オンライン個人演説会にするからもう。今後ですか。うん。ちょっと最後締めに愛してるぜいただいていいですか。でもちょっとその個人演説会でのこの愛してるの強要みたいなスマイルの強要みたいな大丈夫あれ。大丈夫です。みんなスマイルっても親一になってたしさ愛してるっても親一になってた。なってたけど、いやまあでもそういうノリじゃなかったんでね、それまでが。しおりさんに対するインタビューみたいなのあんまなかったんですけど。いや別になくていいですよ、それは。